ユウはね、実はちょっとまだ未開発言力が強すぎて、チームのない状態で単体で揃えられても離れ小島にしか見えないんですよ。今数字なくてもこれから伸びしろある方を大事にしたい。それやったらもう入ってやってくれって。僕らはユウ君の店に来たわけじゃないよ。店の変化ざっくり教えてほしいんだけど、言うかどう？新人が多く入るようにはなったんですけど、ちょっと定着が低いかなっていうのと、売上は？売上は1億はキープできてるような形です。どっかで言うか。その最近ちょっと移籍の男の子がまあパパッと入ってきて、その子たちの数字がそれなりに安定してる数字があったんで、売りかけなくなったことによってすごい、なんていうんですかね、健康的にみんな売れてると思うんで、そこがはいいのかなって。はい、石井いる？はい、どう？そうですね、本当まあゆうくんのやっぱマンパワーっていうのが強い分、そこでやっぱり意見出せんかったりとか、それがまあ、いい方向にも悪い方向にも行ってることがあるかなって思ってます。まあ、僕が結構下の子の面倒を見ることが多いんですけど、ご飯行くだったりとか遊ぶっていうことが、まあ、面倒見るっていう意味ではないんですけど、結構放置になってて、そこのまあ従業員感がやっぱり、ね、今のイグドラシローとかも薄いかなっていう。まあ、それによって店に定着したりっていうのはありますし、従業員の売り上げ上がってるってこともあるんで、そこはまあ、見てほしかったなっていうのがありました。部下の教育の仕方ってことになってる？あ、そうですね。僕の人っていうのは実はあって、まあ、俺のチームの人数めっちゃ多かったじゃないですか。20人ぐらいいたのかな、多分。で、もう俺も自分が20人そもそも見ることなんか無理なの分かってたから、もう俺はまあ今で言ったらレオとかがそうなんですけど、その子たちにきっちりチームを持たせるっていう作業をそもそもしてたんですよ。で、その中で確かに、レイ君が弁当見てくれて、まあ、その頃おったはあったかもしれんけど、それをあまりにもされすぎるとこっちに懐くけど、こっちが、まあ、それこそ、まあ、多分レオとかってその辺って多分たけてないんですよ、まだ。俺の中では、まあ、こいつらにそういう練習もさせたかったんですよ。人を見るとは言い方めっちゃ悪いけど、今はチーム持ってるからいいかもしれんけど、チームのない状態で単体で揃えられても残念なことに離れ小島にしか見えないんですよ、正直言って。逃げ口になってるだけやん。で、別に逃げ口を作ってあげることは大事なんですけど、それってレイ君に対しての人間的な定着でしかないから、それってお店にとっての定着に結果的になってないんですよ。そう、だからぶっちゃけ評価できなかったりだとか、あ、ここは使ってますって。はい、そこでストップです。そういうとこだよ。あ、そうですね。はい、まあ、というわけで、幹部でその方針っていうのをすり合わせた方がいいかな。うん、この店の人数が40人以上増えない理由を、おかしくない理論上、この給料とこの内装とこの広告料とこの売り上げですごく少数税、確かに内容はいいんだけど、これ以上の環境を作れるかというと別でしょう。副主任クラスに関しては自分で考えて行動する能力って持ってると思うけど、それ以下に関しては俺は周りの意見にただ流されてるだけの子しかいないと思ってて、意見に流されてる側の男の子の扱い方と自発性のある男の子の扱い方がはっきり分けれてないんだよね、この店。余裕でまだ1年生の男の子にさ、自分で給食作って自分で教室行って自分で勉強してこいって言っちゃう店だし、上はやるべきだけども下ができなくていいことを作んないといけない。もちろん言うの教育って正しいよ。言う自身は俺がこのレベルで仕事してんだからお前らもやればなれるって、これは正しいんだけども、それを全員にやっちゃう。これだったら言うには言ってもそいつには言わないことってある。余裕で俺はエコ引きもするし言葉も選ぶしたいのかい。理由はその人間にインカミットするかしないか。今ユウはユウの常識を押し付けちゃってる、全ての人ね。だから強い人間は育つ、でもそうじゃない人間には全く刺さらなくなってね。それを多分拾いたかったのがレイなんだろうね。
もちろんじゃあデイはデイで甘やかす、まだ頑張れるところを褒めちゃうから、それはそれでまたできる人間ができないまま甘える、それは事実だと。で、今一番大事なのはその二人のすり合わせだよね。話し合いって10ゼロで勝っちゃいけないんだよ。そこを学ぶ時期があるって分かりました。本当の強者っていうのはついてこれないぐらい強い人間じゃなくて、振り返って待って引っ張り上げた上でも強い人間じゃん。そこに至る時期かなと思って、できますか皆さん。はい、じゃあ幹部から全員挨拶、下からさせるじゃなくて幹部から、まあ、店の文化になっちゃうとちょっと違うから1ヶ月だけ試してやってみてください。よろしい、はい、はいはい、以上で有意識執行部以外、解散でお疲れ。お疲れ様です。仲はいい？別に良くも悪くもないです、正直言うと。2人とも同時期だもんね、実際入ったのは。同じ、僕一緒か、全く一緒です、一緒か、全く一緒です。まあ、今回も、まあ、その下の子を面倒見るというか、その下の子を構ってあげるっていう作業に関しても、まあ、僕はぶっちゃけそこがなかなかできなかった人間なんで、じゃあこういう風にしてもらえって協力してほしいですっていう話を一旦したことがあったじゃないですか。でその上でその話来たって言って、ああそうですよねとか、立場もあるしそれは仕方ないと思うんでって言った後にも同じことしたら、それはそうなんだよなって。ニュースさん、なぜもうあなたが全部正しいで話が進んでるの？それ、はい、すいません。 OK、はい、うん、彼のしたかったことを聞いた上で納得してもらわない、はい、うん、やっぱ今一番必要なのはこうなってる、うん、この店のためにと考えると、実は俺は意識の意見は分かる、でも俺も言うの立場だったら全部は受けないと思う。同時期に入ってるんですよ実は2人は。そして2人ともお店の看板頭として移籍してきたんで、瞬発的に数字が出る、長期的に数字が出る。うちの資本とかうちの持ってるものを今までのノウハウと一緒にして出してる数字なんで、次違うのよ。それ以上のものを生まなきゃいけないってなった時に、結果誰が変わんなきゃいけないのか、ね、主導権握ってる人間、方向性だよね。そしてね、戦争っていうのは本気で勝っちゃダメなの。ここからはそこを学ぶのが勝負になってくる。いや、やっぱり一回現場行きましょう。以上。はい、うん、お疲れ。お疲れです。お疲れ様です。お疲れです。まあ、会議見てて、はい、まあ、思ったことは、はい、まあ、ゆうさん、一木さん、どっちも、まあ、正しいよねっていうのが会長の判断だと思うんですけど、はい、にしてちょっとゆうさんに厳しいなっていうのが僕の思ったところ。あ、大丈夫、僕も思ってます。いや、なんかね、いや、別に言ってることは分かるんですよ。はい、分かるけど、人間の定着っていうけど、僕の認識で言うならそもそも定着してるやつを甘いところにあって、ただただ居心地いいとこに癒着してるだけよね。定着ではない、それは。俺の言ってることに自分なりな向き合い方をしてくれた男の子って実際売れるんですよ、はい、何回か言って変化なかったら変化があるまではもう無視する、はいはい、無視ってことで相手しない。レオって男の子いるじゃないですか、はい、あいつなんてものにそれなんですよ。俺は300万になろうが500万になろうが一回も褒めなかったんですよ。こいつ今褒めたら止まると思ったんですよ、うん、絶対褒めへん今は、うん、まあ、一回俺レイ君持ちかけたんですよ、はいはい、彼が面倒見た男の子って全員俺のチームの子なんですよ、だからそれやったらもう入ってやってくれって。なるほど、もうっていう提案を俺してたんですよ、はい、でも、いや、それはやったから、まあまあですよね、やったんですよ、俺の中で。さあ、まあ彼もプライドあるやろうし、で、あ、じゃあ分かりましたみたいな。で、そこに嫌って言える、一旦考えさせてもらっていいですかって、うん、で、考えさせての間でもっぱつそれやられたから、もう関わらんといてくれって。なるほど。飲みに連れて行ってくれる、仲良くしてくれる上司が接してきた時にどっちの畑がよく見えるって、そりゃそっちの方がよく見えちゃうよね、になるんですよね。難しいっすよね。
出てきたきっかけはユウさんに憧れてユウさんに DM して結構石木レイさんに可愛がってもらったの聞いた、はい、そうですね、石木レイさんよくご飯とか連れて行ってもらったりとか。ユウさんとレイさんもどういう存在なの？ユウさんはやっぱりこう憧れですね、憧れっていうかやっぱ目指すべき場所で、レイさんはすごいなんかこうお父さん的な大好きな先輩ですね、レイさん。お疲れ様です。石木レイさんと仲いい？あ、そうです。僕がその入店してご飯に行くっていうのが初めて行ったのがやっぱり一色レイさんやったんで、レイさんとユウさんどっちについていくか決めなきゃいけないんです。一番お皿だったのは、まあ、レイさんかなと思ってるんで裏切られないかなっていう感じで。売れさせるためでは長くなさそうですよ確実に。売り上げだって100万ぐらい売ってたのにもう今10か5万ぐらいですよ。それはレイさんが遊んであげてるからっていうわけ、まあ、指導もちゃんとしなかったのもあったんちゃうんすか。いやー、まあどっちもどっちですね。僕からしたら結構僕はミオさんの意見派かな。ほんまにどっちもどっち両極端やなって感じですね。僕は結構、まあでもバランスがいいがどっちかで言ったら僕レイさん派かな。ミオさんの方は、まあ、やっぱ定着率でめっちゃ手取ないと思うんですよ、圧倒的に。ただ育つ時にバッコーン行くのは多分ユウさんの方なんですよ。だからほんまに両極端なんですよね。先月も1000万でしょ。先月初1000万いったそうです。でもユウさんの意見も好きで、まあ、僕はそっち派なんですよ。ほんまに売れ、呼べ、なんか売らんかったら喋らん、ほんまにその3つやったんですよ、マジで。それが嫌で、まあ、がむしゃらにやって伸びたのが事実なんで、爆発的に伸びんのはまあ、ユウさん側かなとは思うんですけど。少数精鋭のお店が出来上がっている原因として発言力が強すぎる。やり方を一本化すればヒューマンエラーってものは減ってくるんだけども、そこは限界だよね。やっぱ一つのやり方しか成立しないお店ではないのよ、この規模は。この店がこの規模とこの予算でこれ以上人が増えない理由はそもそも人の受け入れ体制が整ってないから。 U がお店を回す背負う必要はない。まだ全然早い。ただといってレイがそれをするかっていうとそれも早い。あだれなんだよね、ホストクラブ。お前に任せた、お前が引っ張れ、違うんだよね。まだまだ学ぶ側、売れても人としては。 U はね、売る能力は強くても買われる能力は実はちょっとまだ未開発。まだまだ磨く部分はたくさんある。たくさんの意見を受け入れてたくさん否定されて育ってもらわないと、ここで完成されたら店の底が知れるし彼の限界も見えちゃうから。なんか朝礼の挨拶とかも俺のせいで追加されたし、そうマジで全部ルール変えてるから。あのさ、マジさ、それいいんだけどさ、なんかさ、そう逆らってくるくせにイケイケな俺好きって言ってくるのマジでお前ら意味わかんないので。だって社会やから。あんた普通の人間やめろから。再現してよ、再現。俺にある。おはようございます。10回やらされた時。ミオさんが目の前に座って撮ったよね。今の箱じゃないねんけど。お前さ、今日の挨拶のところさ、挨拶舐めてない？あ、まあ確かにそうですね、寄ってますからねって。おい、さすがにね、まずそもそもって。お前さ、とりあえずここで一回挨拶しろやっつって。始まっちゃったんだ。あ、そう、それで、おはようございます、うん、最初、普通に言って、うん、声小さい、うん、で、もうワンと上げて、おはようございますって、もう声小さい、で、3と上げて、おはようございますと言って、そしたら、まだ、まだ、まだが繰り返されてる。で、店には今、そうか、声でかすぎやから黙ってって言われてる。やばない、普通に。いや、もう一回やってみて、ちゃんと。おはようございます。は？聞こえねえ。おはようございます。は？何語だよ、もう一回。おはようございます。
まだいけるよ。わかんねえや。おはようございます。おはようございます。いや、ほんまにこんなんやねえ、マジで。結構幹部会とかでちょっと多分ユウさんがこうバーって言ってましたけど、ユウさんどう思ってんのかなっていうのは、まあもともと入店当初は一緒やってリスペクトし合ってるし、ただやっぱ本音をぶつけ合えるとこの距離感ではなかったんかなっていうのがあって、売り上げがあるからみんなが何も言えないんかっていうのはどうなのかなっていう。でそこでやっぱり言える人がいなかったし、僕もやっぱり直接は言えなかったんで、けど僕としてもやっぱり店としても良くしたいし、うん、いろんな人がおるからあの自分の売り上げも上がるし、店としても成り立っていくって中で、そこがやっぱ今のうちに足りない部分、彼個人がどうこうっていうのよりもそこに対して言える人間がいてないのが良くない現状かなって。あ、まあ、それで僕からはやっぱ直接ゆうくんに言えないんで、みお、さんに電話させてもらってたんです。僕今回の論点って、ゆうさんチームの子たちは崖からバーンと落とされて這い上がってこいみたいな、はいはいはい、そういうスタイルだと。でレイさんは、まあ、しっかりその子の面倒を見て、あのお店にお好きになってもらってか伸びてもらうっていう、このなんか教育のスタンスの違いで、まあ、揉めてるのかなって僕は勝手に思ったんですけど、はい、本質はユウさんには意見が言えない、もしくはユウさんの意見が絶対通ってしまうみたいなことに対して危機感を覚えてたってことなんですね、レイさんが言った。それもありますし、ユウくんで言ったら売り上げベースを考えるから、うん、もちろんやっぱポストしたらお金稼ぎたいし売り上げ上げたいしっていう、そこを多分一番特化した部分と、僕はまずはじゃあ美食率を下げるために大事に定着させていきたいなって部分、これなんでけど違うかって、多分僕って結構そのあんまり早く売れなかったんですよね。徐々に上がってきたんで、結構下積みを経験してて、だからこそ売れない子とか下の子でも頑張ったら大事にしたいし、今数字なくてもこれから伸びしろあるって子を大事にしたいっていう部分が結構あるんですよ。けどゆうくんの場合って結構すぐもうポンって上がっちゃったんで、それはもちろん彼の努力もあってなんですけど、そこに対しての経験だったり価値観は違うかったんかなっていう、まあ、ゆうさんの意見としては、まあ、だったら僕のチームとかに入って一緒にやってくれないかみたいなことを提案した時にそれを考えさせてくれっていう、それはそのなんで考えさせてっていう形になったのかなっていう、まあ、僕が移籍させてもらった時に、はい、まあ、SP って役職になって、はい、店は見ないけど売り上げのために頑張りますっていう役職を設けさせてもらってた中で、はい、その店を見ない役職やのに見てしまって、はい、ゆうくんがしたい教育に対して僕がじゃあそこに関与しちゃってるから彼のしたいようにできなかった部分もあるし、ただ僕はあのユードラシルっていうグループに憧れて、八代美代、ミカドレンっていう人に憧れてきたんですよ。ユウくんの店に来たわけじゃないよ、一緒に働くのが嫌とかじゃなくて、じゃあ彼が代表かって言ったらそうじゃないよっていう部分があって、チームに入るのが嫌だのがあったんですよ。会長から、まあ、じゃあそれやったら副主任で幹部でチーム持って引っ張っていってよっていうのを言われたんで、はい、じゃあそれだったらその方が自分自身もいいし、うん、ゆうくん的にも納得するっていう形になったんで、そういえば確かに役職が副主任になってましたね、はい、なんでまあそこで副主任になったんで、じゃあもう主任支配人まで上まで目指そうってなったんで、うん、はい、ただいつかレイの力で彼の理論を超えることができたときに、多分レイの出番っていうのは整えていたと思います。そうだけど時間かかるじゃないですか、僕が。悔しい悔しいって思うしかない、何回か負けるしかない。やっぱ彼のワンマンになったら限界値ってのはここで見えてて、みんなで作れないとレイちゃん作れないから、僕に今足りないこと、あの電話の内容を俺じゃなくて店に言えるようになったら多分正解だなって。
数字的にはリュウは確かにそういう目で見てくるかもしれない。でも多分店を作るにあたっては次元で気づくように持っていくにもやっぱり意識のその意見っていうのが必要なんで、経験が頑張ってください。早い。コストって仕事は大きく変わらなきゃいけない。満たされてるできない。これは全部をできるようにならないといけないっていう責任と立場が今はもうあると思ってて。なんで台本を作るのマジでダサいよ本当に。他のやつが言った言葉を使うのよ。コメントでもちらほらあったんですけど、レンさんやルキョウさんの方が代表業の上田みたいな。レンさんを本店の代表に立てたりするって何なんですか。